知って楽しい、聞いて納得。ソラノートの音楽がどのようにして出来上がっているのか、その秘密の一部を大公開する森ノート。今回は音の変更です。世の中は澄むと濁るの違いにて、ハケに毛があり、ハゲに毛がなし。皆様こんにちは、森哲也です。今では落語家の三遊亭金馬が昭和の時代に言い始めたもののようです。似たようなものに、福に徳あり、不具に毒あり。俺がやらねば誰がやる、俺がやらねば誰かやる、なんてのもあります。さて、音楽の方でもわずかな音の変更によって、そのフレーズの持ち味が大きく変わることがあります。まずこの曲をお聴きください。これはハイドン作曲交響曲第101番第2楽章です。時が刻まれるような伴奏音型から時計という愛称で呼ばれています。我々ソラノートでは2020年お迎えに行くねという YouTube 用のショートムービーを作りました。ここで使われている音楽は全てこの時計からできています。物語のちょうど真ん中ぐらいに登場するレチタティーボと呼ばれる部分でご説明いたします。先ほどの時計の主題、もう一度弾いてみますね。この冒頭のソ、このソをオクターブ下げます。これを利用して作ったお迎えに行くねのレチタティーボ、これを聴いてみてください。どっちがお母さんのマスター。今歌ったメロディーはハイドンの時計に登場する音符をそのまま使っています。ただ一つひねっているのは、途中から全ての音をオクターブ下にしていることです。さて、このショートムービーのエンディングで歌われるテーマソングも時計の一番有名な今のフレーズからできています。ソーの涙落ちて、ここでは先ほどのようなオクターブ移動もなく、時計に出てくるフレーズがまさにそのまま出てきますが、実は一つだけある一音にシャープがついているんです。時計とお迎えに行くねを続けて弾いてみます。
西洋音楽で基本となる音組織はドレミファソラシと呼ばれる7つの音で、これをメジャースケールと呼んでいます。我々が生活する現代社会では、このメジャースケールに基づく音楽があふれています。言い換えると、現代人の耳はドレミファソラシという音の枠組みに飼いならされている部分があって、このスケールに沿ったメロディーさえ聴いていると、なんとなく安心してしまうような空気があります。ただ同時に、どうも食べ飽きた料理を毎日食べさせられているような退屈な感じも持ってしまいます。そんな時にシャープやフラットを使ってちょっと違う味を楽しむんです。お迎えに行くねのテーマ曲では、一つの音にシャープをつけることによってハイドンとの差別化を図り、ちょっぴりおしゃれで広がりのあるメロディーが生まれました。それでは最後に、ショートムービーお迎えに行くねのテーマソング、これを日高めぐみの朗読とともにお聴きください。どうぞ。雨降らなかった、よかった。帰る？私の声に彼女がコクンとうなずいた。そして思い出したように、彼女が私に聞いた。あなたもお母さんのお迎えに来たの？私は心の中でつぶやいた。あなたが思い出さなくても、私はあなたを覚えているよ。お母さん、何度だってお迎えに来るからね。空